はい、ということで本日 SNS 版タイガーファンディング承諾いただいたと。いやいや、まだ承諾してない。承諾してないまだ承諾してないじゃない。条件つけたじゃないですか。まさかここまで僕の健康を気にしていただいてるとは。いや本当なんですよ。2つ条件つけた僕、はい、1つは、9月の収録までに10キロ痩せてください。もう一つは歌舞伎町に行く1週間全部行ってるのを 3.5 日までにしてください。半減しない、はい、この条件をクリアできれば、SNS 版タイガーファンディングやっていただいても結構ですよって話です。ありがとうございます、はい。まあ、この条件僕絶対達成して今回この番組やりたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、今回 SNS 版というところで、うん、まあ、岩井さんが逆になんか期待するようなことがあれば、はい、ぜひ聞きたいなと思ってまして、はい、あの僕もですね63歳という還暦を過ぎて3年も経ってる人間が、うん、今こうやって YouTube っていう世界の中でね、うん、あの皆さんにこうやってまた改めて認知をしていただけるようになってつくづく思うのは本当にこの時代って SNS の威力ってすげえなと思ってるんですよね、うん、本当そうですね、うん、本当にそう思ってる中で確かにおっしゃるように本当はこの人ってもっと広く皆さんに知ってもらうべき人だなとか、うん、もしくはまあリライブシャツもそうじゃないですか。リライブシャツなんて、ね、あれ本当に社会的意義がめちゃくちゃあって、うん、あれを着てね助かってる人がたくさんいるんだけど、うん、極論すれば佐々木隆さんが令和の虎に出会わなかったら、うん、あれ世の中に出回ってませんよ今。確かに、ね、そういうことがあるわけだから稲葉さんがやるこの SNS 版タイガーファンディングっていうのは、うん、そういうほっとけばまだ世の中に知られてなくて終わっていってしまうものを世の中に広める一つの起爆剤になってもらえれば嬉しいなって僕は心から思ってますよ、うん、ありがとうございます、はい、模範解答なので僕もこの SNS 版をどんどん盛り上げて、うん、一つのコンテンツとしてはこの SNS 版なんですけども、はい、逆に今の虎のメンバーもどん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 巻き込んで、うん、なんか新しい企画とかもどんどんやっていきたいなというふうに思ってるんですけども、はい、率直に、はい、SNS 版タイガーファンディングどう思ってますか。あのね心配はあるんですけど、はい、僕ね稲葉さん応援したいなってすごく思ってるのは理由があってマネタイズが一番できそうにないかもしれないですよこれ。今あるリアルに考えればでその中で多くのお金を使ってやりたいというふうに言っていらっしゃるんだから、うん、これはやっぱり僕は応援しなきゃいけないと思ってる。ありがとうございます、はい、他のチャンネルでもうマネタイズがきっかり決まってるもの結構あるんですよ、うんうん、で多分ねなかなかマネタイズできないのはこの SNS 版ともう一個は、うん、リベンジ版っていうね茂木さんがやる過去の志願者出てくるやつ、うん、あれ広告収入以外何があるんやって話なんで、まあ、でもそういうことでもやっぱりあえてやりたいっていうのは必ず何かの思いがあるからじゃないですか、はい、だからそう僕はやっぱ思いが好きなので、うん、そういう部分ではあのなんか全力で SNS 版を応援したいなという気持ちに今はなってます。ありがとうございます、はい、痩せればですから、ね、はい。じゃあ僕はちゃんと健康に気を使いながら、はい、この SNS 版やっぱ僕も伸ばしていきたいなと思ってますので、はいはい、今回司会も岩井さんにお願いするそうなんですよというところで、はい、いつも以上にビシバシやっていただきたいなと思います。いやでもさなんかそうやって出てくる人に俺なんかあんまりビシバシ言えないような気がするんで大丈夫ですかね。いやぜひ言ってもらいたいですけどやっぱあの勝つをきっかけに人生変わる人もいるんじゃないですか。まあ実際そうなんだろうけども、はい、あの昨日か配信されてる動画でも相当俺また書かれちゃってるんですけどもう書かれまくっててほんまに慣れた。慣れましたかも。で昨日一昨日の配信の動画で、はい、高澤さんが初めてね、はい、ちょっと叩かれてるんですよ。え高澤なんぼのもんやとか、はいはい、でやっぱねあのあれ一回経験するといいよ。はい、僕まだ大きく叩かれたことないですね。ないから、はい、叩かれてみそっからまた成長するから俺この年だって成長したもん。そうなんですね、はいはい、なんでね、はい、あのちょっと自信がないですよ。でも皆さんの期待は岩井さん吠えてくださいとか言うわけですよ。何でもかんでも吠えるわけちゃうな俺も。確かに、はい、でもやっぱり僕はその勝つもちょっと期待しながら、はい、今回も岩井さんに司会やってもらうということで、はい、まあ本当にこのチャンネル盛り上げていきたいなと思ってますんで、はい、まず半年間、はい、よろしくお願いします。そもそもあの YouTuber とかインフルエンサーとか言うてるやつって、はい、社会的になんか悪いやついっぱいいるからあの言われなくてもやってやるよ。、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。